はいどうも、こんにちは。まひめ大学の年金、税金コーナーでございます。まあ、今回はね、このようにお題をいただきました、えー。サラリーマンで年齢が61歳。年収が現在360万。プラスで家賃収入が、年収12万。あ、家賃がね、年収12万なんですね。これ月収じゃなくてね。はい。ということで、お題いただいてます。 税金ががどれれくらいい引かれるかかる想像がつかないということですね、まあ、これをもとにいつ頃から年金を受け取った方がいいのかをちょっとねチェックしてみましょうまずはサラリーマンっていう状態で今年収が360万に、えー、年間の家賃収入が12万円ありますね、まあ、そうなると今年金を繰り上げ受給はできるんですけどもそれをするとまあ元の木阿弥になりますので というのが、年収が360万と12万ある状態で年金受給すると、当然ですけども、年金の額はガクッと減らされます。まあ、ほとんどもらえないような状態になりますんで、なんか意味がないかなと思いますね。まあ、ですんで、このまんま、サラリーマンとして退職を考えられてるんだったら、65歳で退職、そして、それと同時に年金を受け取るっていう方法はあるかなと思います。ただし、 ちょっと用心していただきたいのが、このね、サラリーマンの年収に対しての、まあ、保険料っていうのがね、翌年に計算されることになりますので、多分ね、サラリーマンとしての職を解かれた段階で、何がしかのね、蓄えがなければ、翌年の、まあ、保険料ですとかね、住民税の支払いに結構苦労すると思うんですよ。で、年金だけが所得になった場合、 その翌年からはだいぶやわらかくなりますのでその仕事を辞めた後と年金時給生活に移り変わるこのつなぎ目ですよねこちらの方は用心した方がいいと思いますでそういうことを考えていくと今61歳で360万ってことは多分ねあの結構元気に働いてらっしゃる方だと思います自分の意思で仕事辞めたっていうふうにしない限りはこの方は70歳からの年金受け取りで十分 賄っていけるんではなかろうかと思いますね。そして、退職金が出るのかどうかっていうのも、大きなファクターになりますね。退職金に対しては、まああの、課税はされないはずなんですけども、それもね、一時取得税っていうのが、もしかしたらかかるかもしれないんで、ここはちょっとね、何とも言えないところですね。で、ここまで話しておいて、なんですけども、今、ざっくりとですね。国民負担率って大体50、だいたい五十パーセントから六十パーセントになってるわけですよ。 まあそうなってくると、いや本当にね、年収の半分かそれ以上が持ってかれてる状態なんで、本当に腑に落ちないですよね。さあそれで、この税金がどれくらい引かれるか想像がつきませんってことですけども、えー、現在年収が360万で家賃収入が12万あるってことは、あすでにですね、源泉徴収で税金の額っていうのが明確になってると思いますので、そちらの方をご覧いただいたらいいのかなと思います。まあおそらくいろいろ引かれて、 えーとこの状態だと手取りが、ね、200万円前後になってると思うんですよ。で、家賃収入12万ってありますけども、こちらの方はは分ねあね、20万円以下の控除の対象になってるんで、このサラリーマンの副収入としては、年間12万は、まあ、非課税になるのかなと思います。まあ、そんなところが、ねえー、ありまして、今、61歳のサラリーマンの方が人生を送られてるということで。すけどもじゃあ 年金はいつから受け取るのがいいのかっていうところですね、ここからが今回の本題になると思います。はい、まずは、繰り上げ受給、はっきり言って冒頭でお話した通り、する必要がないなと思います。それこそね、2、3年以内に辞めるってことでしたら、辞めた翌年から年金を受け取るように設計するとよろしいかと思います。で、今度は65歳で通常通り年金を受け取りたい場合は、このサラリーマン年収がある状態だと、結構損ですね。 ですので、65歳で辞めて、年金生活に切り替える、まあ、そのタイミングが65歳で来るのかなと思います。次はだいたい70歳ぐらいです。サラリーマンとして70まで働かないにしても、66とかね68歳ぐらいまで働けるようでしたら、年金は繰り下げ受給になりますので、1ヶ月あたりの受け取り額ってのは増えると思います。えー、ただし 受け取り総額で考えるとだいたい90歳ぐらいまで生きなければ繰上げ受給している60歳と繰下げ受給の70歳はトントンにならないということになりますねこれはいろいろとこねくり回していろいろと引かれるもの引かれた段階だとそこまで送迎分岐点が伸びるんですよですのでこの年金の仕組みね繰上げ受給した方がそして1年でも早く手にした方が他の所得がない状態の方でしたら受け取り総額は一番得するってことになります しかも非課税枠に途中から入りますんでね、えー、ただ収入がある段階で繰り上げ受給を今回の例みたいにしちゃうと年金を受け取っても税金で持ってかれて手元に残らないってことになりますのでちょっとあんまりおすすめできないですね、えー、大体目安はこんなところですあとはあの各市区町村によってだいぶ控除額とか違ってきますんで、えー、それぞれ個別にシミュレーションが必要だと思いますファイナナンンシャルプランナーさんか、 もしくは税理士さんと相談されることをお勧めします。私の方からはね、このぐらいで見通せますよっていう話を今回もさせていただきました。それでは参考にしてください。